大阪景吉盗まぬすり狙ったハンドバッグ白い砂糖菓子のような製菓会社の建物が風のように後方へ飛び去ると電車は剛剛たる響きを立てながら6号の鉄橋へ差し掛かった遠く下手の窓の外を どこか工場のすすけた煙突の群れが静かに流れ向こうの鉄橋をおもちゃのような京浜電車がのんびり動いていくもう東京の街であるち、また今日もあぶれたが。鉄橋の下の広い砂原で野球をしている子どもたちを見ながらふと地下鉄の剣はため息をついた今日で浜へ通うのも3日目である 陣容を狙え。奴ら近頃すっかり浮き味だったる仲間内のそんな噂に柄にもなく欲を張って動かされ横浜組んだりまで遠乗りに出た地下鉄の件であるがそれが出てみると話にならぬ不景気だケチな財布の2つ3つ3日にわたる精進がバカらしくなって今日は潔く見切りをつけ 早めに引きき上げてきたという次第はあこんな暗いなら安っぽくお膝元を離れるんじゃなかった蒲田の町の屋根屋根を窓の外に見ながら剣は腐り切ってあくびを噛み殺す今年取って28年のわりに腕がさえ度胸も深く男前もよくいつもシャンとした洋服を着て 一見、スマートな青年紳士としか見えない地下鉄の剣は近頃めっきり売り出したチャキチャキの箱紙である地下鉄を根城にして東京中の乗り物で剣の仕事場にならないものは一つもないまったくわざわざ横浜辺りまで出回るまでもないいい腕なんだ剣にがりきって車室の中へ向き直る向かい側の座席に、 上のの絵ででも出かけるのであろう。2人の男の子を連れた夫婦者が楽しげに語り合っている剣の顔にふと言い知れぬ優秀の影がかすめた震災前までは地下鉄の県にも立派な家があった両親と弟との4人暮らし三代前からの江戸っ子で去る大きな工場の守衛をしていた父親を中心に ささやかながらも健全な家庭を営んでいたのであるがそれがあの震災で一家離散の悲運にあってしまい両親や弟たちの生死も分からぬままいつの間にかすり仲間に落ち込んでいた件である「ちどこを見ても面白くもね思わず舌打ちをして再び苦々しくそっぽを向いてしまうだが 県のそうした憂鬱も長くは続かなかった五両連結の商船電車が豪音にまちまちの夢を震わしながら間もなく蒲田の駅へ滑り込むと車室の中へ大勢の人々が乗り込んできた県は急にシャンとなって五体がキリキリ引き締まるような快感を覚えた商売 群衆を見れば決まって無意識に覚える職業的な緊張であったがふとその中から剣の注意は一人の若い女へ注がれていった「おや踏めそうなんだな」緑色の洋服に同じ色のオーバーを置き本革のハンドバッグを胸の辺りへ抱えるようにして大事そうに持った色の白いやや丸顔の 目の覚めるような愛くるしい娘であったが一番先に社室に入ってくるとコツコツ靴音を鳴らしながら剣のすぐ隣にたった一つ空いていた席へ腰を下ろしハンドバッグを膝の上へ置いて小さく肩で息をつくようにしたやわらかな女のにおいが剣の鼻をつくこれだけの間にしかし剣は娘をすっかり観察していた 決してなな家の娘ではない。がさりとて事務所帰りのせせこましい女でもないよしどこぞへ勤めは持っている身としても今日は何か大事な人に改まって会いにでも出かけるらしい顔も真相も特別のおめかしぶりであるしかも何かひどく急いでいるらしく駅まで駆けつけてでも来たと見えてまだ肩で息をつくのをやめようとしない 15年間の青春後他人の懐中物を狙う技のために費やしてきた剣である懐具合を見るくらいは朝飯前のお茶の子さいさい人間の観察にかけても100%確実な勘を持っていたしかし今の剣の注意の焦点は違く感ありげなその娘よりも彼女の膝の上でもう電車が動き出すからそわそわと何度も置き換えられている その本革の能力色のハンドバッグにあったしかも中身は充実していると見えてパンとばかり膨らんでいる乗り込んできた時から持ち方といいそのバッグの面構えといい「へっ <laughs> どうやら中身はただの化粧道具じゃなさそうだわい」地下鉄の剣は思わず似たりと片方で北えんだ 無論たかが娘っ子のハンドバッグである大した中身のありようはずもないが今日の憂鬱の埋め合わせくらいにはきっとなる代物と長年の剣の経験がほとんど本能的にぴったり狙いをつけたのだ剣は急に元気づいてきた電車が大井品川と停車を重ねるにつれて車室の中はだんだん満員になってきた まだ1時を過ぎたばかりというに土曜日で学校が弾けるのであろうケンたちの前へも女学生が大勢乗り込んできてつり革にぶら下がりながらペチャペチャしゃべりだした緑の服の娘はその間二度ほど妙にそわそわしてハンドバッグの口を開けようとでもするような様子を見せたがしかしその都度あ辺りをはばかるようにやめてしまい電車が田町を過ぎる頃にはすっかり諦めたか 膝の上にそっと置いたままその上へ両手を投げ出すように組んで静かにまぶたを閉じてしまった剣はもう一度にたりと北えんだどうやらある機械の来るのを狙っているらしいがやがて電車が新橋駅のホームへ滑り込んだ時だった満員電車の急停車で惰性のついた乗客たちが 腰掛けた者も,も立った者も,も一様にダダッと前のめりになった瞬間県は立ち上がった人混みをかき分けるようにして素早く車外へ出るとプラットホームの群衆の中へ紛れ込み肩で人をかわすようにしながらなんとそのプラットホームの反対側から今県の乗ってきたばかりの方向へ向かってまさに行き違いに発車しようとしている横浜行きの電車へ。 っっと飛び乗ってしまった。すぐに自動扉が閉まって電車は発車するその電車の中の扉口のところへ立ったまま剣は右手をオーバーのポケットの上へ静かに置いてみるそこにはいつの間にか例の娘の大事そうなハンドバッグがポケットいっぱいに傘を取って叩けばポンと言いそうな 心よい手応えを見せていた盗みえぬな。それから20分ほど後品川の駅でふらりと電車を乗り捨てた地下鉄の剣はブリッジを渡ると駅の構内のトイレットへそそくさと入っていったすり取った品物を吟味して空財布を捨てるためである 人気のないところへ来るとケンは例のハンドバッグを取り出したケンの目は異様に濡れて生き生きと輝き出した右手でハンドバッグの肌を静かにさすってみながら一種恍惚とした表情を見せるケンにとって一番楽しい瞬間なのだ今頃娘っ子飛んだ方角違いで踊ってるだろう。嘘吹いて だがさすがに息をのびながらハンドバッグの口を開けたと急にケンは眉をしかめた一目見てなんだか貧弱な予感に襲われたのだ嫌にかさばった柔らかそうなハトロン紙の包みと封を切った角封筒の手紙とそれから小さな財布と化粧道具ちり紙等ケンはすぐに財布を開けてみた がチェッ、なんだ人をバカにしとる3円足らずの小銭がバラバラと剣の手のひらにこぼれたみるみる剣の顔はゆがんできたすっかり自慢の勘を裏切られた形だだがすぐに気を取り直したこんなはずはねえそう思って 今度は例のハトロン氏の包みを開けてみたと中から異様なものが出てきたけんはそれを見てなぜかしらはっとなった白い長い手ぬぐいを畳たたんだような木綿の布で広げてみるとその上に墨で無数のバツ印が書き並べてありそのバツ印の上を赤い糸で細々と縫い通してある。 布の片隅にはまだ糸の通していないバツ印が少しばかり残っており赤い糸をつけた一本の針が布の中に挟んである千人針剣の顔から急に血の気が引いてしまった血父ぶきでも受けたようなその美しい布を見ながらしばらく呆然として立ちすくんでしまったが やがて何を持ったかハンドバッグの中から震える指先で封の切ってある核封筒の手紙を取り出した中身を見る「理恵さんこの間はあんな頑固なことを言って怒ってい,いはしないかと心配している僕もいよいよ明くる丸日午後4時40分発臨時列車で上野を立つ」 一応まるのたいへ入るのだが向こうもすぐ出発らしい元気で行ってくるもうこれで永久に会えないかもしれないどうか体に気をつけていつまでも幸福に暮らしてくださいヒロシ簡単な手紙だったが読みおわった件は 何か棍棒でガンと頭でも殴られたような気持ちだった封筒の宛名に香川理恵子としてあるのがハンドバッグの持ち主の名前であろう宏というのが差出人の名前で明らかに出征する男から彼女に宛てたものに違いないしかも丸日といえば今日である今日の午後4時40分に上野を立って生徒に登る恋人のために 真心込めて急ぎこしらえた大事な千人針をあの娘は届けようとしていたのだ細かな事情が分からなくてもいいけんは片手の甲でいつの間にかにじみ出ていた額の汗をそっと押し拭った意外なものを取ってしまったとんでもない勘違いであるなるほど出征する彼に送る千人針であってみれば あの娘にとって大事な品であるのに不思議はないそしてその彼は今日の午後4時40分に上野駅を立つのだしかも千人針はまだ幾針か残っているその未完成の部分を途中のどこかで仕上げて時間までに届けようとしていたのであろう通りであの娘妙にそわそわと急いでいる様子だったが。 剣はまるで水でも浴びせられたような顔をしてもう一度千人針を見た細かに幾百と縫い付けられたその赤い小さな一文字の糸の筋はいかにも多くの人の手によってそれぞれ誕生されたものらしく思い思いに少しずつ右へ傾いたり左へ傾いたりしながらも脈々として一筋の血管のように力強くつながっている おそらく何百という女たちがその一針一針に真心を込め祈りを込めて縫い付けたものであろういわばその何百という人たちの真心の結晶を剣は今盗んだのだ千人針を盗んだすり日本人の真心を盗んだすりそんなすりがあるだろうか いかに中身を勘違いしたとはいえそんな品を盗んでいいものだろうかいや果たして真心を盗むことができるだろうか理屈はともかく地下鉄の鉄は江戸っ子であるしみったれた田舎すりとは育ちが違う技のさえたばかりがすりではない狙った中身に狂いがなくてこそ地下鉄の剣である それが今日は見事に一杯引っかかったのだ。それだけでもあっさり兜を脱いでいい。おまけに、金で人を困らせるのはへとも思わなかったが、それ以外のことで人を困らせるのは妙な意地が許さないのだ。しかも取った中身の品というのが、こともあろうに千人針とは。急に剣は、きっとなって顔を上げた。 申し訳ない。返そう。思うと全身の血潮がぼつ然として異様な逆流をし始める姿生ぶらいの一階の推理ではあったが剣もやっぱり日本の子だったそうだあの娘を追いかけてすぐに返そうはっきり決心した千人針を元のように畳んで手早くハンドバッグをポケットへ収めると 急いで腕時計を見る2時30分上野を4時40分に立つというのだからあと2時間10分はあるこれからすぐに追いかければ十分間に合うだろうだが考えてみれば何というバカなことをしたものだ普通ならばもうあの香川理恵子とかいう娘はとっくの昔に上野駅へ着いていようというのに その娘の大事なハンドバッグを盗んだ自分はいつもの電で念入りにもまるで反対の方角へ逃げてしまい品川組んだりまで来てしまったのだ今となってみれば時間の上からも距離の上からも大変な無駄をしてしまった「仕方がねえこの上はいささか馬力をおかけになるんだ」打って変わった明るい気持ちで剣は洗面所を飛び出した。 出口へ出て上野行きの切符を買う買った切符を手に持ってさっさと改札口へだがこの時歩みながら剣はふと何気なくすぐそばの待合所の片隅を見たのであるが途端に何を見たのかギクッとなるとさっと顔色を変えて一瞬間立ちすくんでしまった 善良なる闘争黒いソフト帽に黒い服を着て太い象牙のパイプを加えたたくましい体格の男が待合所の片隅に立ったまま深くかぶった帽子のひさしの下から鋭いひょうのような目でじっと剣を睨んでいる「しまった鬼塚元。 電気にでも打たれたように剣はびくんとなった大敵が現れたのだ鬼塚元といえば東京中のすりは名前を聞いただけでも震え上がる見解不屈にして冷酷無類法の権下とでも言おうかまるで法律そのものがこの世に生まれ変わってでも来たような春裂極まる鬼刑事だしかもめったに彼は口をきかない 普通の刑事のようにドタバタもしない黙って鋭い冷酷な目でにらみながらどこまでも陰惨不吉な影胞子のように付きまとって離れない大抵のすりは結局それで参ってしまい自分の方から洗いざらい身を投げ出していこうという釣り仲間では鬼塚本のダニ戦術と呼んでひどく恐れられているやつだその鬼塚本に 折も折り、剣は見つかってしまったのだ。貴様、また仕事をしたら、だがもう今日こそは、年貢の納め時と覚悟しろ。声にこそ出さないが、その目はそんな風に剣に向かって戦線している。だがこちらも去るもの、さすがは地下鉄の剣である。一度は義くんとなったが、 すぐ次の瞬間危ういところで立ち直ったへ <laughs> 年貢の納め時かなるほどねいずれそういうことになればどうせお馴じみがいにお前さんにお世話になりましょうぜ夫たが今日はいけねえ少なくともこのハンドバッグをあの娘に返してしまうまでは勝手ながらずらしてもらいますよいつの間にか平気を装って ささっさと改札口の方へ歩き出したまったく今ここで捕まったならせっかくの決心も水泡に帰してしまうなるほど刑事に捕まってもいずれハンドバッグは娘の手に返されるには違いないが何しろ大事な証拠物件であるおいそらと警察が手放すようなことはない今からすぐに自分に代わって上野へ駆けつけ 兵隊の出発時間までに届けてくれるようなはずはないいや理屈はどうにしろこの品物は俺の手から俺自身の手から返さなくっちゃ申し訳がたたんのだ思いながら剣は立教の階段をトントンと上るわざと背後は振り返らない振り返らなくったってつけてるには決まったる実際鬼塚本は、 例によって黙々と急ぎもせず遅れもせず一定の間隔を置いて剣の後から影奉仕のようにつけてくる人波をかわすようにして陸橋を渡りながらややろう、どうどして巻いているか考える。か。え谷戦術といえども油断してグズグズしていれば飛びかかってくるに決まっとるやがて 電車ホームへの階段口駅だ。山手線への降り口だ右と左に階段がある何食わぬ顔をしてケは左手の階段を降りる。と階段の途中から急にスピードを出して人混みをかき分けるようにさっとプラットホームへ駆け下りると下りから着合わせた電車へ乗ると見せて実は乗らず。 プラットホームを縦についと走って今度は前とは逆の右手の階段の上り口からトントン一足飛びに駆け上がり陸橋を逆に渡って今出たばかりの改札口で切符を渡すとそのままスタコラ駅の構内を駆け抜けて玄関脇のタクシーへひらりとばかり飛び乗った上野駅までで急いでくれ。自動車はすぐに走り出した。 背後の窓から初めて振り返ってりっる。とそこにはみるみる絞るように遠のいていく品川駅があるだけで見事引っかかったか鬼塚元はとんと影も形も表さないケはほっとしてタバコに火をつけただが決して油断はならない一旦後をつけ始めたなら決して最後まで狙いを外さないといわれる鬼塚元だ いつ、どこでひょっこり話す先へ現れるかもしれない料金は弾むから、急いでくれ。運転手へ念号をしておいてけんはのびのびとクッションへ背を投げかけた自動車は間もなく仙岳寺を通り抜け札の辻から新橋へ向かってまっしぐらに失踪し続けるふん、<laughs> それにしても悪事をして刑事に追われることは何度もあるが。 いいこといいと思われることをしようとして追われるな地下鉄の件生まれて初めてだわい揺れるクッションに持たれて窓の外の本流のような外形に見とれながら剣はそんなことを考えていたがふとあることに気づいてびっくりしたように起き上がった待てよそりゃそうとこうして急いで上のへ駆けつけても果たしてすぐあの娘に会えるかな なるほど。あの緑の服の娘はたとえ大事な千人針を取られたとはいえそのために一層大事な恋人との最後の別れをやめてしまうようなはずはないから出発の時刻には必ず上野駅へ行くには違いないが今すぐこうして駆けつけても果たしてあの娘がぼんやり待っていてくれるかどうかいやいや待ってるはずなぞ決してねえぞ仮にも。 大事なハンドバッグを取られた娘じゃねえか。どうして停車場なんぞにぼんやり手をこまねいて時間を待っているものかどこぞへ慌てて電話でもかけるとか交番へ訴えるとかそれとも途中でどこぞ友達んところへでも立ち寄ってとりあえず取られたお金だけでも借りるとか何とかして応急の前後策を講じてるに違いねえそれにもともとあの娘は途中の男がね、 まだ未完成の千人針を仕上げてもらって決別に臨むはずだったではないかああこいつはまずいぞケンはそのことに気づいて愕然となったそうだこいつはうっかりしとったなるほどまだこの千人針はすっかり出来上がってはいなかったんだこいつは困ったことになったぞどうしようおそらく こうしてこれから上野へ駆けつけたとてすぐ娘に会うことはできないだろうしかし発射時間の間際になって娘に会うことにでもなったらたとえこうして千人針を返してやったとてそんな短い時間の間にどうして未完成の部分を仕上げることができようか完成することができないようでは返してやったとて何の役に立つこいつは困ったは、 すっかり青くなって考え込んだ。が、すぐに気がついた。そうだこりゃどうしても上野で娘にハンドバッグを返すまでに、なんとかして未完成の千人針を娘に代わって仕上げておいてやらねえと、せっかくの苦心も台無しじゃねえかそうだ。俺の手で、この俺の手で仕上げてもらって、それから返そう 県は急に生き生きと目を輝かせた時計を見るちょうど三時あと一時間四十分だ急げば何とか間に合うだろう思わず乗り出して運転手へ行った君すまんが予定変更だ三越本店の前で止めてくれ男千人り。 数えてみるとまだ赤糸を通していないバツ印がみんなで26あったケはその千人針を持って豪華な百貨店のにぎやかな玄関口へ立っただがその時剣は妙なことに気づいた気持ちが変に縮こまりなぜかわからぬをくれがして思わず手足がブルブル小刻みに震えるのをさえ覚えた無理もない 長い間闇の世界で暮らしていた男が白昼群衆の前へじっと立ったまま公然と表を晒すのだ無意識な警戒心がほとんど本能的に頭を持ち上げたとても不思議はないだがそればかりではない剣はもっと別な深い不安をも漠然と覚えたのだ15年の間群衆を敵としてきた剣である 人を見ればすぐその人の懐具合をかりその人の警戒心を調べ隙さえあれば円弧を出す敵意と戦慄の火の出るような無言の闘争を続けてきた剣であるその剣が生まれて初めて千人張りの街角に立ったのだ今は海中を狙うでもない隙をうかがうでもない敵意も戦慄もひとまず忘れて 人々から愛と真心をこい受けようとしているのだそんなことができるだろうかいやこの俺はできるとしても果たして相手が人々がそんなにたやすくこの俺に地下鉄の剣に打ち解けて真心を分かってくれるだろうか群衆の復讐 それはひがみかもしれない長い間群衆を敵に回しその中で悪事を重ねてきた剣にとってはそんなものさえ漠然と感じられてふと不可解な不安に包まれたのだだがしかし今はグズグズしている時ではない時間がないのだケは気を取り直すと思い切って千人張りを広げた 何しろ生まれて初めての経験であるおずおずと臆病そうにしてまだまるで勝手のわからぬ様子で立ったばかりの剣の前へいきなり二人連れの和服を着た美しい娘たちが寄り添うとにっこりいとも和やかな微笑を見せながらつつましい声で「ごめんなさい。 わわ。せていただきますわ頼みもしないのに剣の手から軽く千人針を取り上げて静かに祈りを込めるようにして一針ずつ縫い付けるとあっけに取られている剣の手へ静かに返し目礼して立ち去っていった剣はいきなり毒毛を抜かれた形で呆然としたまま立ちほうけたとその時 二人の娘たちをきっかけのようにして今度は包みを手に持った中年の女がその次には小さな子供を連れた若い人妻らしいのが女学生が霊場が息もつかせず次々と立ち止まり親しげに寄り添って皆一様に柔らかな微笑と温かな物腰とでつつましやかに剣の手から千人針を取り上げてくれるのだった。 県はなしびっくりした。なんということだこんなにも多くの人々がこんなにもたやすく真心を投げ与えてくれようとは実際どうかすると3人も4人も立ち止まって自分の順番の来るのを待って縫ってさえくれる女もありみるみる4針5針7針8針と 印は埋められていったそしてそれと同時に埋められていくそのツ印のようにケの心の中の奇妙なわだかまりは晴れ晴れと消え去っていくのだったケンは全くびっくりした初めての世界であるこんなにも人々から和やかな目で見られ温かな真から親しみのある言葉をかけられ 剣上と根節を持って迎えられたことは生まれて初めてである群衆は復讐をしなかったのだそれどころか長い間剣が忘れていたものをいやおそらく初めて知るものと言ってもいいであろう明るい健全な人生の喜びを教えてくれたのだ剣は群衆に復讐されなかったことよりも むしろそのことの方に驚きを覚えたと言えようまともな正しい人生というものはこのようにも明るく親しげな喜びにあふれたものであろうかまるで精神の和を笑い落とされるような精神な感激を浴びながらケンは目のくらむ思いだったデパートの中から56人の華やかな娘たちの群れが出てきた 剣の姿を認めるとあら男の方の千人針よきっと何かご事情があるんだわ縫ってあげましょう口々にささやきながら一度にドッと剣を取り巻いてきた剣は慌ててあっちへもこっちへも頭を下げる娘たちの後から五十過ぎの黒い羽織を着た上品な奥様らしい婦人が 静かに剣の前へ立ち止まった。夫人は慈愛のあふれるような視線で、しばらく剣を見つめていたが。頭を寄り添うと。縫わせていただきます。差し出す剣の手から1000人張りを受け取って心を込めて針を運びながら。弟さんですか？それともお兄さんですか？うつむいたまま言った。 はああのー、剣が答えもできず慌てていると夫人は静かに顔を上げて「私にもせがれが一人ございました」でも夫人の顔が急に言い知れぬ威厳に輝いたでもとうとう立派にお国のお役に立ちました そう言ってついと顔を背けると、顔をける縫い終わった千人針をすぐ横に来て待っていた女学生の一人に渡しながら再び剣の方へ「どうぞお大事に」言いながら慈愛に満ちた微笑を残して静かに歩み去っていった瞬間剣は鼻っ柱がツーンと傷んでみるみるまぶたに熱いものがあふれかかった そういえば俺にも弟が一人あったたけし、あいつは今頃どうしてるだろうけんは震災以来行方不明になっているあの弟や両親のことを急に思い出したあのこら全く楽しかったいつも夕方になるとたけしと二人で橋のたとまで。 工場から帰るお父っつぁんを迎えに行ったものだっけすると急にケンは今の自分の境遇を思い出したそしていきなり谷底へ蹴落とされたような暗い気持ちになったその気持ちを払いのけるようにしてケンは顔を上げたと瞬間ギクンとなった「畜生」やっぱりつけられていたか 見れば、すぐ目の前、歩道の向こう側の街路樹の木陰にさっき確かに品川駅で巻いたはずの鬼塚本が例の冷たい目でこちらをにらみながら不吉な影奉仕のように立っているではないか一瞬剣は逃げようとしたがすぐに今まで覚えたこともない不思議な強い心の力で踏みとどまった時計を出してみる。 4時15分意外に手間取ってしまったしかし待て逃げることはいつだってできるがまだ千人針が見張りだけ残っているしかも時間はもう25分しかねえが幸いここには4人連れの女学生がいる今ここで残りの見張りを縫ってもらわなきゃもうどこで縫ってもらえるか追われる身にあ当てはねえええいこうなりゃクソ度胸だ 男男になれ男に、なれたった見張りだそれからの約34分間は文字通り全身の血が煮え返るような苦しみだったが最後の一針が仕上がると瞬間ケンはサッとばかり身を翻して横っ飛びにデパートの中へ飛び込んだ塚本刑事はその様子を見ていてふと不審げに何かを考えるように首をかしげたが すぐに踊り上がって剣の後を追いかけた罪への別れ土曜日でデパートの中は混み合っていたその人並みを肩で切って剣はひらりと身をかわすと地下室へ通ずる階段を駆け下りたムッとするような 食料品部の生温かな空気がを押し包む。すると剣はまるで我が家へ帰ってきたような気安さで思わず似たりとした「ふん、こうなりゃこっちの本部隊だ」全くそのデパートの地下室はそのまま地下鉄駅のプラットホームへ通じているのだそこには永久に昼のない世界がある朝から晩まで 電気の光の下で人々は動いているいや朝も晩もそこにはないと言えよう地上が明けようと暮れようと雨が降ろうと風が吹こうと全くここばかりは別世界なのだケは自分の根じへ帰ってきた気安さで自信たっぷり地下鉄駅へ駆けつける待つほどもなく浅草行きの電車が来た 人並みに紛れて素早く乗り込む。電車はすぐにごう音を上げて闇の地下道へまっしぐらに滑り込んだ時計を見る4時25分あと15分だだが地下鉄は何者よりも速いおそらくここから上野まで78分で行けるだろうどうか停電なぞを起こさぬように。は軽く目を閉じた。 生まれて初めて祈りもしたい気持ちだったおかげで停電も故障も起こらなかっただがその代わり恐ろしい目にあった電車が上野駅へ近づいてググーッとブレーキがかかり始めると先を急ぐケは早くも座席を立ちかけたのであるがその時社長室に近い後部座席の方を何気なく見たケは思わず胸がドキンとなった。 いたのであるまたしても黒ずくめの鬼塚本が剣と同じ側の座席であったので今までうっかり気づかなかったがいつの間に乗り込んだか澄まし込んで静かに腰掛けていたのであるしかも彼は剣が立ち上がったのをちらりと見て早くも同じように腰を浮かす気配である剣は初めて鬼塚本の本当の恐ろしさを知った愕然となった。 しくしょうとうとうここまで荒らされたか何とも言えぬ悔しさだええ勝手にしやがれ半ばやけくそで彼は開けられた扉から外へ飛び出したまっすぐ商船の上野駅へ向かって地下道を突っ走るいい加減走って階段をトントン駆け上ると騒然たる上野駅の広間へ出た もうすでに改札のベルが鳴っている。出札口で入場券を求め改札へ来てハサミを入れるももどかしくさっとばかりプラットホームへ飛び出すと目の前の発車ホームに黒い長い列車が止まっているポケットからハンドバッグを取り出しながら剣は血眼になって見送り人の群れへ飛び込んでいった「緑色だ緑色の服だ」 その服の娘を探して後部車両から全部車両へ剣は夢中で駆け進んだが娘は意い外いとうとう機関車の側まで来てしまったちっ。ッ思わず舌打ちして引き返すと途端に気がついた見れば列車の腹には福島行きとあるではないかこれは東北線だ 香川理恵子の恋人は○○の減界へ入るはずではなかったか「ちキしょうプラットホームを間違えたかまる行きなら常磐線だ」ケは青くなって駆け出した常磐線の発車ホームは一番西の電車ホームの側にあるしかも高架線だからもう一つ階段を上らねばならないケは無我夢中で走った走った やがて常磐線のホームへ来た。同じように黒い長い列車が止まっているが見送り人は前よりずっと多い旗や小さなのぼりを持ってのんびり別れを告げている人たちを見ると剣はイライラして腹さえ立った約1分間というもの剣はまるで10年分のすりに要するほどの神経を使って群衆の中を血眼になった が、とうとうう見つかった。一番前から2両目の車両の割に見送り人も静かになっている辺りのとある車窓の前にさっきの通りの緑色の服を着て香川理恵子は立っていた車窓には見るからに凛々しい軍曹の青年兵士が半身を乗り出すようにして明るい微笑を見せながら彼女と静かに決別の言葉を交わしているどうやら 見送ケンは,はつかつかと娘のそばへ歩み寄ってハンドバッグを捧げるように差し出しながら「お返しいたします」それだけ言ってうつむいてしまった娘は瞬間激しい驚きの色を浮かべながらハンドバッグと汗びっしょりのケンの顔とを見比べたその目は奇跡を見た人のそれのように 激しく見開かれていたがやがて遅かったですそう言いたげな悲しい表情を見せて黙ったままハンドバッグを受け取るとだがそれでも急いで口を開け中身を取り出してみたが未完成のはずの千人針が立派に出来上がっているのを見るとたちまち歓喜に目を輝かせながら剣の手を取った。 無言のうちに全てを了解した目だった急いで窓際へ駆け寄って広げたままの千人針を彼女は兵士の手へしっかりと掴ませた発射のベルが鳴るすると剣は不思議な情景を見た辺りのざおめきが旗と静まって急に異様な沈黙がみなぎった娘は窓際へぴったりと寄り添って 千人針の上から兵士の手をしっかりとつかんでいる兵士の顔には神のような厳粛な沈黙だけがあるケはふと弟の武を思い出した震災以来行方不明になっているあの武がもしもどこかに生きていたならちょうどこの兵士と同じくらいの年配になっているに違いないそう思うとなんだか目の前の兵士が たけしに似ているそうだまったくもし生きていたならあるいはたけしも昇王したかもしれないケは慌てて辺りを見回した無論しはいなかったがどの顔もどの顔もみんなたけしに似ているような気がしてくる同じようにりりしく同じようにたけたけしく 誰も物を言わない。ただ発車のベルだけが静かになり続けるその行き詰まるような静寂の中でケンは己の己自身の心のおえつを聞いたなぜだかわからないただケンは生まれて初めて自ら勇士を送る液痘に立ったのだ 今剣の目の前にある情景の美しさに比べれば今までの剣の姿は何という惨めな姿であろうその惨めさがみるみる崩れ落ちてゆく最後の響きであったかもしれないやがて激しい息笛が鳴って列車は静かに動き始める誰かがいきなり万歳を叫んだとすぐその声に重なるようにして にせいさんせいたちまち万来のようなとよめきが」と剣の顔が妙にゆがんだみるみる崩れて破れるような口を開くと我を忘れていきなり両手を振り上げた。 人々の誰にも負けないような大声で叫んだ歓喜の声旗の波その中にもみくちゃにされながら遠のいていく兵士の姿へ列車へ過去へ罪の世界へ手を振り叫び叫びながらもポロ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  涙が流れ続ける。全てを忘れたような明るい視線が辺りを見回した3軒ほど離れた鉄柱の陰に例の男が塚本刑事が黙って立っている「改心した証拠に今までの償いをしてそして俺もお国に少しでも役立つような人間になろう」剣はししっかりりた足取りで、 つつかかとその前へ歩み寄った旦那お手数かけましたさあどうぞお供をさせていただきますすると塚本刑事はいきなりそっぽを向いた旦那どうなすったんですさあどうぞお連れになってくださいまだ黙っている旦那手っ取り早くお願いしますお慈悲ですから 余分ななは欠かせないですると初めて塚本刑事は振り返ったそして低い声でケンお前は何も盗みはしなかったんじゃないか俺はそんな男にはよう悪いんだお国のために産業戦士になって働くのならいい工場を世話してやるぜ明日にでも 尋ねてこいよ言い捨ててくるりと向き直るとあっけに取られている剣を残したままさっさと向こうの人混みの中へ歩み去っていった。